完璧なランジをもってしてもこの世はわからないことだらけね。お友達って関係もだけど、あの子よ、あの子って本当に不思議。ランジュがあの子に言ったの、多分意地悪なことだったわ。なのに、あの子の態度は変わらなくて。あれ？ランジュさん？あゆむ、どうしたの？一人？うん、飲み物を買いに来たな。ランジュさんこそ一人？ええ、ちょっと考えたいことがあって。そうだ、ね、歩む、今時間ある？あの子の話を聞かせてくれない？ランジュ知りたいのよ。あの子って？あなたたちの部長のこと。すごく不思議な子だと思って。別に不思議じゃないよ。そうなの？でもランジュは多分あの子に意地悪なことを言っちゃったのよ。それなのに忘れてるみたいで。この前のライブだって一番に駆け寄ってハグして褒めてくれて。いい子でしょ？あの子はね、スクールアイドルが大好きなんだ。だからランジュさんのパフォーマンスを見たら、それで胸がいっぱいになって忘れちゃうのかも。あの子はずっとランジュさんのこと褒めてたもん。意地悪だなんて思ってないんじゃないかな。私、あの子からそんな話全然聞いてないよ。やっぱり不思議な子じゃない。不思議な魅力があるっていう意味ならそうだね。あの子はランジュの知らない特別ってことなの？私にとってはすごくすごく特別な存在だよ。今の私があるのはあの子のおかげだから。え？スクールアイドルをやろうって誘ってくれたのあの子なの。いろんな相談に乗ってくれて、素敵な曲も作ってくれて。特別だと思ってるのは私だけじゃないと思う。同好会のみんなにとってかけがえのない存在なんだ。よくわからないわ。作曲担当だから特別ってこと？ううん、そういうことじゃないよ。もし曲が作れなくても、あの子は私たちにとって大切な人だよ。何もできなくても特別なの？ううん、十分してもらってるの。ねえ、ランジュさんはスクールアイドルフェスティバルを見て私たちのこと好きになってくれたんだよね。そうよ、すごかったわ、あのイベント。アユムたちのステージ、ありがとう。でもね、スクールアイドルフェスティバルで一番すごかったのはきっとあの子だよ。あの子が？うん、あのイベントはね、一度は中止が決まってたの。それを諦めたくない、やりたいって言ってみんなを巻き込んで本当に実現させちゃった。実現するまでは大変だったの。決めることもやることも多いし、私たちだけの力じゃ無理なこともあって、諦めそうになることもあった。実際私は一度いろいろあって逃げちゃったんだ。そんな時もあの子は絶対諦めなかった。私のことも引き戻してくれた。私はやっぱりスクールアイドルが好きで、あの子とスクールアイドルがやりたいって思ったの。いつだって私たちのことを一番近くで応援してくれて、どんな時だって私たちの味方でいてくれる。あの子がいてくれるから、力をくれるから、私たちはスクールアイドルでいられるの。ステージで頑張れるの。いてくれるから、力をくれるから。
応援から力をもらうの？あ、これは私が勝手に思ってるだけだから。その変な話になっちゃってごめんね。ううん、いいの。今の話ランジュには少し難しかったけど、あの子のことを知る材料は少しでも欲しいのよ。だってみんなとちゃんとお友達になりたいから。しおり子たちと約束したの。たくさん話も喧嘩もしましょうって。しおり子ちゃんたち、ランジュさんが帰ることになった時はすごかったんだよ。うわ、すごく怒ってた？そうだね、怒ってたけど、きっとそれよりは寂しいって気持ちの方が大きかったと思う。やっぱりランジュはすごく悪いことをしたのね。反省だわ。落ち込むことないよ。私とあの子もすごい喧嘩したけど、仲直りしたらもっと仲良くなれたもん。あの子と歩む、とてもいい関係なのね。こんな風に悩んでるのは、ランジュらしくないわね。決めた。ランジュ、あの子と話すわ。